三条家は、藤原北家官員流の着流にあたる、公家、家族である。公家としての価格は聖家や、家族としての価格は、公尺家。家紋は片笛に、刀花。通詞は、公と、身を交互に用いる。官員流は、藤原諸助の柔男で、官員大常大臣と呼ばれた、藤原金末を外し、白川院政及び、戸場院政期には、 上皇や天皇の外籍の地位をほぼ独占し、石棺家の弱体家の感激をついて平等に重きをなした。関員流の着流である藤原金座根の次男実行を外するのが三条家である。実行は八条とも称したが、この公共、孫の実房が三条高倉に屋敷を構えたことから、三条の屋号が定まった。 この邸宅には大剣門民も住んでおり、後白河天皇はここで育った。二大公教は、賭場上皇の後見役として、剣政を振るった。三大十坊は、熊昧期の著者として知られ、九字の死と仰がれていた。十坊の後は、長男の公坊が継ぎ、父と同じく三条を称したが、三男の公子も三条を称したことから、本家の公坊の竜を俗称天宝林。 孔子の竜を扇木松三条、または佐賀と呼び区別することもあった。区下としての価格は設計に次ぐ、聖画家で、代々、笛と行動と装束の調達を家業とした。明治維新までに三条家が排出した苦業の数は39名。内大,上大臣まで上った者が5名、左大臣まで上った者が5名、右大臣まで上った者が8名。 内大臣まで登った者が斜めへとなっている。戦国時代の当主三条金よりは、傍聴二国の戦国大名大内義隆に、五奈良天皇の即位費用の年出を頼みに、山口へ赴いたが、その地で、大内家の重心、唐高房の反乱に巻き込まれて、自陣に追い込まれた。金よりの後を継いだ、養子実況も創生したが、分流の三条西家から佐熱なが、 養子に入って、加盟を保った。1591年に、御所の東の那敷町に邸宅を移した。三条家の家紋の、片絵に、東花は、理科紋とも呼ばれるが、これは道地に由来する。また三条耳が七教地の際に使用した変名、那敷制裁も道地に由来する。江戸時代の家老はは、初め二め269国余り。 後に469国余り。幕末から明治時代には明治維新の更新参上、佐熱務や参上、耳不死を排出している。特に参条耳は内閣総理大臣が置かれるまでの日本の首相にあたる、右大臣や大上大臣の職を務めたことで、著名である。 1869年には三条耳に対して、維新の公により五千国の昇天録が可視された。区芸では、岩倉智美と並ぶトップの受領公だった。1876年に過録と、昇天録が変えられた、金録交際の額は6万5千円であり、旧区芸家族の中では最も高額だったが、旧区芸家族の交際額は、旧大名家族のそれとは、 大きな格差があった。家族礼志向により1884年7月7日に三条、耳は最上位の爵位である公爵に除せられた。旧聖火家の当主は原則として公爵であったが、三条家のみ、幕末維新における功績のために当初より、公爵に除されたに、特大寺家が、特大寺左熱目の功績により、1920年に、西園寺家が、 西恩寺金持ちの功績により、それぞれ功爵に昇績しており、最終的には、聖家家からの功爵家は三屋だった。また三条耳は既得に際して、明治天皇の林業を賜り、天皇から直々に小一くらいの息を受けている。息につけられた直後には、天皇が年少の頃から保筆の任にあたり、父三年粒と共に国家に尽くした功績が記されていた。 小一くらいの生前授与は、源政子が1146年に除されて、以来745年ぶり。男性では、藤原長手が770年が除されて、以来1121年ぶりのことで、三条は、起き上がって、直所を見ようとしたが、すでに起き上がれない状態だったので、桜井農館の朗読を聞いて冠類した。 耳が皇居すると天皇は三日の拝聴を決定し、国葬に付された。三条皇爵家の邸宅は、東京市品川区上大崎にあった。1885年に直居により三条佐熱務を、祭人として祀るな式神社が建設されており、1915年には、耳も、祭人として祀られた。判例当主は、太字、実践は、実施、転戦は用紙。 三条家は清廉潔白を意味する、清白の二次を、伝統の精神、花風とする。三条三春は、三条家の家庭は清、清県圏、簡素でほとんど中流武士の家庭と異なるところは、ありませんでした。過六は469国ごとでありましたと幕末の三条家の、生活水準について述べている。三春によれば、幕末の強化に、 三分もなし基調の天保線中義のことは百も承知というものがあったという。これは、サネツムの家が製品であって、しかも中義の精神に富んでいたことを激称したものだった。当時の三条家は貧困の極地にあり、邸宅はあちこちに雨漏りの箇所があり、その修理の金も捻出できなかったので雨が降ると、邸内に水たまりができて、 裾をからげて、邸内を歩いた。三条家は決して賄賂を受け取らず、清白の家訓を貫いたためだったという。三条家は、分家が多い。明治十一年観光の、家族類別録に三条家の相続として、掲載されている家族は、三条家から分家、あるいは三条家の分家から、さらに分家した、九九家十四や および、大木町三条家の分家にあたる旧大名の戸だけ六、矢の合計二十矢に及ぶ。また、明治十九年に三条家から分家して、東三条家が、分家家族としてできているが、家族類別録は、明治十一年観光なので掲載されていない。西音寺家と特大寺家も、官員流なので、この二家と、その分流も三条家の分流と言えなくもないが、 家族類別録では、西園寺家と特大寺家については三条家とは別の相続として扱われている。国立歴史民族博物館の急行給料取り調べ帳データベースより算出した幕末期の三条家量は以下の通り。ありがとうございます。